なさいね、なんかすごい調子が悪いんですよね。ソーランじゃなくてね、よさこいナルコの方です。ナルコ持ってますよね、皆さんね。なんかね、アンドロイド OS をアップロードしたらちょっとツイキャスライブのアプリの安定感があんまり良くなくなっちゃいましたね。かわいいわね。これね、水北のね、ここの商店街のある区のチームなんですね。トリプル A 水北。ありがとうございました。お疲れ様でした。で終わるのかな？で横ではなんとか空手道っていう空手の演舞が始まるところみたいです。名古屋市瑞穂区にある堀田商店街っていうところにの秋祭りに来てます。あ、もう一曲ストトコ、土祭りの総踊り曲のストトコやるみたいですね。歌ってもっていいかな。ストトコめっちゃ盛り上がりましたけどね、僕土祭りでね。このね、横で踊ってる横でね、あっちでね、空手の演舞やってます。あ、いいですよ、遠藤さんありがとうございます。本当来ていただけてありがたいんでね、本当にね、ありがとうございます。こっちはね、横で空手のやってる間で、こっちは土祭り総踊り曲トリプル A 水穂がストトコを踊ってますね。ワンチームだけだと盛り上がらないですね、ストトコもね、やっぱり。あ、いいです、本当にありがとうございます。今踊ってるのはストトコっていう総踊り曲の一歩で、入りそびれた人が今入ってきました。よし、横は空手です。外子の方がいいかな。
踊ってるのはトリプル A 三穂という名古屋のチームです。はい、このあとね17時からまたよさこい、今度はソーランの方でね、よさこいソーランの踊りがあるらしいですね。空手くんの方も見ていきましょうかね。ここで空手やってる中、その横でここは日本ど真ん中外こう踊ってますよね。これでプログラム終わりかな、踊りはね。まだやるみたい、踊りの方は。さっきねちょっと充電してたんですけど 100% までいかなくて、あっという間に電気が食っちゃいましたね。ちょっとすみませんね。
応ね、配信しながら充電は多分されないんですけど、繋いでみました。たまにやってますね、こちらね。とりあえずクラスが順番上だったんで、クラスが上でした。バケーって今本当生まれましたね、綺麗にね。なんですけどこの親御さんたちの壁に囲まれ阻まれております。流動感だったかなという空手のやつがあって、多分ねこの頃はね次のダンスの
人たち、女の子たちだと思いますね。この次ダンスプログラムがあるらしいです。もうみんなそれにスタンバってるよね。あの辺の子たちそうじゃないかなと思うんですけど、さっきよりはね、さっきもちょっとやってたんですけど、曇っててね、ちょっと肌寒かったんですけど、ちょっとまた日が戻ってきて、暖かくなってきましたね。で、ダンスプログラムが4時ぐらいって言ってたので、ちょっとそれまでまたポロポロ回ってみますね。風がね、強くってね。風が非常に強いんですけど、あの人だかりはやっぱりね、あのいっぱいいますね。症状がまたなんかやってますね、症状がね。で、お子さんがああいう剣を売ってるので、それをお父さんに買ってもらって、すげえ騒いでる、ちょっかい出しますね。皆さんも本当にね、半袖じゃなくて長袖です。長袖着て見えられますが、僕は半袖だったのでちょっと寒い。遊んでますね。だね、あれ中着てる、あの胸元が開いていて網網になってて、そこから見てるんですけどね。大騒ぎですよね。まあね、あの名古屋市の堀田商店街のチャリティー堀田祭りっていう秋祭りに来てます。で、今映ってるのは症状っていう、まあ、名古屋の方なのかな、もう南の方で有名なね、あの架空の生き物ですね。寒い寒い、あさってた今トリプル A みずほの踊りと龍騎館っていうところの空手の演舞がちょうど終わったところで、この後は男子チームですね。あ、中身の人が出てね、あそこにね飾られてる、はい、元の位置に設置されました。で、向こうの方ではね、なんか路上ライブやってますね。サービー、寒いっすよ、寒い、まあ寒いっていう、涼しい、肌寒いけど、冷やしパンを食べてみようかなと思ってます。昨日から開催されているお祭りで、
チャリティーイベントの祭りなんですけど、この商店街の人たちこんなにいっぱいいたのかっていう人がいますね。もっと少ないもんだと思ってたんですけど、サビサビ、あ、路上ライブは周りが全然人がいないかわいそうに、みんな BGM としか聞いてないのかな。頑張ってやってるんですけどね。ちょっとねかなり寒いんで長袖着てこりゃよかった。すごいですよ、路上ライブはね本当に人がいない、かわいそう。BGM としてみましょうね。チャリティーお祭りなので各商店街がいっぱいお店を出してます。焼きそばか、焼きそばか何にしようかちょっと迷ってる。さっきもちょっと食べたのでね、何にしようか迷ってるんですけど、五平餅1本1点、みたらし2本で1点だから1点2点って、あの商店街通貨のなんたらかんたらって言うんだと思うんですけど。あ、トリプル A みずほが塩分を上げて戻ってきてますね。お祭りプラプラとしてます。あ、しびれ大福さんありがとうございます。あのね、1回目の演舞はねどうやら逃したらしいんですけど、2回目の演舞は間に合いました。奥でどうせ1回2回3回ぐらいやるだろうと思って行ったんですけど、あとはちっちゃい子たちのダンスプログラムがあって、その後よさこい、そうなんだ、さべ寒い、長袖の上着着てこりゃよかった。があってどこまで言いましたっけ、ダンスプログラムがあって、ラストでよさこいソーランのイベントがプログラムがあって終わりらしいですけど、6時か6時半ぐらいまでですねやるみたいですね。寒いぞもう、寒い寒い言うなっちゅう、寒いっけ。あ、もうスタンバってる、やっぱりダンスの子たちがスタンバってます。ちょっと練習してますね。これね、ダンスの子たちはやれないんだけどね、その周りを親御さんが囲うからねこれね、
さすがにまだ始まらないっぽいですね。何時からだったかな、4時だと思うんですけどね。はい、ひでさんこんにちは。こんにちはです。今日はね、堀田に来てます。堀田の秋祭り、さっきね、トリプル A みずほが踊ってました。トリプル A みずほが踊ってて、その横で龍騎館だったかなとかいう空手のイベントがやってて、これ多分そのところで今からのちっちゃい子供さんたちのダンスプログラムがあるんですけど、それの準備中っぽいですね。皆さんこんにちはって言われてますよね。けどね、さ、もうええち、寒い。ちょっと本当に何かかっていう、あ、黄色い症状が動き出したよ。さっき赤だったんだけど。はい、子供さんたちにいじられてます。さっぷー、あの昼過ぎがね、天気がすごく良くって、始まった時ぐらいはすごい良かったんですけど、元気ですね。3時前ぐらいからちょっと曇り出してくて、風が強くて寒いです。そうそうそう、なるみの症状です。ここにも行ってます。でも結構人数何回もいますけど多いんですよね。どうしよう、トウモロコシ食べようかな。ダンスパフォーマンスが始まります。寒い時は冷たい方がいいのかな。ダンスプログラムが始まるって言ってたんですけど、会場は第3スマホです。あ、チャンネルプラザさんありがとうございます。ベリーナイスって、あの冷やしパイ1個ください、はい、ありがとうございます。あ、ごめんなさい、チケットこちらで1枚買えますので、はい、チケット1枚ください。はい、さすがですね、こういう買い物チケットを買ってくださいって言われました。はーい、はーい、すいません、ありがとうございます。はい、どうぞ。はーい、渡辺ゆいちゃん、寒いっつっとるのに冷やしパイン買っちゃいました。冷やしパインです。渡辺ゆいちゃん、よろしくお願いします。地球安堵まで今日は冷やしパインは、冷やしパインじゃない、くしぼりは、くしぼりはもうないです。冷やしパイン食っちゃいました。すごいですね。あの、チケットちゃんと買ってくださいって言われるんですね。これね、この間の夏にあった港祭りの時もね、食ってましたよね。冷やしパインです。そうそうそう、パイナップル、パイナップル。バナナじゃありません。パイナップルです。で、ダンス、あ、汁が垂れてきた。あのダンスが始まるみたいなので、ちびっこダンスの方に行ってみたいと思います。うん、おいしい、おいしい、おいしいです。パイナップルあげてないのでパイナップルあげっていうのもなかなかいけるかもしれないですね。やってみたらね、氷漬けになってました。